はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。エレボスやっていきましょう。でさっき見たんですけど、ブロックが出るとはダメージオールと重力バリアがメインということは、触れ枠はセーラームーン、そしてもちろんサイヒ。これでやってみましょう。サイヒの使ってみた動画撮らなきゃなーと思ってたんですけども、まあ、その瞬間ね、エルボスが来たんで、絶対これサイヒでしょ。絶対制限いる。そんな気がするんで、このメンツでいってみましょう。ホーラーね。あー、でも変化パネルあるんだ。変化パネルありか。あー、一筆難しい。ただ一旦でなんかしてくるみたいだね。うん。ダメを変化してハマって失敗か。あ、しかも蘇生。こういうクエか。なるほどね。これは貫通タイプのダメを重力。土適性ですね。サイヒ。あ、正直もちろんセーラームーンの方が強いです。セーラームーンはね、本当に数少ないガチャゲンのダメージオール貫通なんで、ダメージオール重力の。そうか、こういうパターンもあるか。あー、マジか。出た。この感じだとやっぱ友情コンボでダメージはあまりまた稼げないパターンですね。うん、直殴りだね。最近多いね、本当に直殴り強化。てかもうそもそもで変わってきたのかな。もうね、友情コンボが確かに最近強すぎたから、それはしょうがないんだけど、入れなかった。あ、でも弱点当たれば削れるか。まあ、でもこのメンツだったらこの感じなら負けることはないね。自分でハードル上げちゃったけど。で、薄くいっても弾かれるかな？弾かれる気がするけど、でもこうしないとはまれない。やっぱりか。あ、でも削る削る。無理やり別にはまりに行かなくてもいけんのかな？残り1段。なんかしてくる。これ貫通なっちゃうかな？ OK。この踏んでるか踏んでないかの瀬戸際の配置やめてほしいですね。踏んでるんであればなんかこう、ちょっと表示が欲しい。ブロックとかも。これはビットンとの間だよね、多分。一発 OK。16ターン、短っ。16ターンってこと結構、巻きでいかないとってことか。あー、難しい。そっかそっか。これ、直殴り上がりすぎじゃない？こんなに差し強くないよね。攻撃力2万7000。まあまあ、結構ある方ですけど、こんなサクッと普通いかないだろ。雑魚無視して、あ、失敗した。ガンガンハマりに行った方がいい感じですね、これは。別に打ってくるのホーミング、全属性ホーミングなんで、そんな超痛いわけじゃないんでね。どん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 ハマりに行って、ガンガン HP 削って、まあ、周回しやすいクエか。ほんで、歳費を取りやすいためのクエなのかな？激究極にしたらだいぶぬるくないですかね。だいぶぬるいって言い方も変なんですけど、もちろんね、メンツがメンツなんでいいんですけど、ね、メンツが揃ってるからって言われたらそれまでですけど、これはこうかな。あー、はまれない。そんなにやすやすははまらせてくれないか。あれ白爆なのかな、5ターンは。あれ白爆だったらちょっと怖いな。削っとくか。雑魚削ってあげて、あとはハマるだけ。あ、でも SS 打とっか。せっかくだし。
確か弱点効果をアップさせるだったんで、ちょっとまあ試しこんな感じで。ああ、まあまあまあ。まあまあまあって感じですね。セーラーム場所いいね。来た。さよなら。さよならエルボス。いや、恥ずかしい。マジか。今のはなかったことにしてください。いや、これはね、本当に周回遅れだね。これで歳費狙って、ガン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 回っていく感じですね。で、エレボス自体も、まあ、この後ね、エレボスちょっとあんまり動画が早かったんで、エレボスの評価していこうと思うんですけど、お、すごく嬉しい。ありがとうございます。はい、エレボス。すげえなんか挑発的な動きをしてるね。キャラが。エレボスは確かね、アンチ重力バリアのアンチ魔法陣で、気弾持ってるんで、まあ、ついにね、ダイソー統括下が、現場から姿を消す瞬間かなと思ってます。あ、これ昨日のまんまだ。まあ、数はそんな多くないと思いますけども、これアンチ魔法陣って、ブーストも入るんだやっぱ。そう、案外これしかいないんですよね。で、光属性ってなってくると、なんと、はい、じゃん、二人、降臨降臨。これどっちも降臨しかいないんですよ。ただね、これがね、貫通タイプじゃなければね、反射タイプであれば、全然もっと使いやすいと思うんですよ。神化は、アンチバンプのみか。ただね、この神化、さすが座ってるキャラなだけあって、やっぱ座ってるキャラ強いんですよ。半金抜いたら。ええ、大号令持ちです。ただね、ちょっと友情コンボはそんなに超強力ってわけじゃないんですよね。8方向レーザー。二昔前であれば、まあまあ、超高評価を得たんで、と思うんですけど、今の時代だったら、でも反射クロスレーザー EL が存在してる時点で、ただの8方向レーザー、ふーんって感じなんで。うん、残念。まあ、こっちだよね、進化。アンチ重力のアンチ魔法陣で、気弾持ち。で、まあ、SS は、自強化プラス反撃モードか。気弾はね、反撃モードの中でもマシな方なんで、まあまあ、使えなくはないですね。間違いなく使えるキャラだと思います。ちなみに多分これ貫通タイプでそもそも検索すると、ゴエモンしかいないんじゃないかな。ゴエモンと二人。要するにとても希少なキャラです。神化の方は別に大号令持ちってだけで、多分倍率もそんな高くないと思うんですけど、やっぱね、この希少性はあると思うんで、ぜひ進化の方はうまく作っていこうと思います。おまけ再品狙いで。というわけで、ご視聴ありがとうございました。アム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ、バイバイ。